主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれきで第17回でございます。はい、毎回僕の雑談から始まってんですが、うん、先日ね、うん、おじさんが亡くなったんですよ。ああ、はい、おじが一番上のおじさん、はい、で、まあ、いろいろあってね、よその家に養子に行っちゃったおじさんなんですよ。あ、うん、僕の父方のおばあちゃんというのはいわゆる御家さんに入った人で、戦災にいた子供が2人いるんだけど、そういう場合ってそういう戦災の子供って外に出しちゃう風習があるみたいで出されちゃった。あ、ね、だから本家ケリーの家を継げる継いでないんですよ、はい、うん、で次の上の父の兄ちゃんと姉ちゃんがいるんだけど、はい、それはその父方のばあちゃんの実家に子供がいなかったんで、後継ぎがいなかったんで、はい、そっちに出されて、で、三男坊の父がケリーの家をこう相続しちゃってるっていう感じなんですよ。で、なんで、そういう、なんていうの、家の権力関係、力関係のバランスが変じゃないですか。年上だけど、とか、でも年齢的には上だから、ご意見番なのはね。はいはいはい、で血が半分つながってないから、うん、おじさんはうまいこと馴染み切らず、ほうほう、だから僕の父の兄弟とか僕たちはわーって遊ぶんだけど、うん、そのおじさんはあんまり中に入ってこない、はい、だからちょっとあんまり印象の薄、僕的には印象の薄いおじさんだったんですよ。で、まあまあおじさんのことはいいんですけど、でね、こうお墓に行くじゃないですか。お骨を埋めにね。でそしたら実はすごいややこしいんですけど、ケリーのおじいちゃんっていうのはもともとよその家から養子に来てケリーの家の、はい、についてもらったの後、はい、で、だから本当の 血のつながり的なご先祖様は違う名前なんですよね、はい、でそこも同じ墓があるわけですよ。で僕は知らなかったけど、その血のつながりのご先祖様のお墓の隣に中根碑、小根碑っていうの、なんかそういう四角いお墓じゃない碑が立ってる、碑が立ってて、うん、碑が立ってて、でおばさんたちが これはねって日露戦争で死んだ、うちの、要は僕のご先祖様のお墓なんだって。ああ、まだ中根碑じゃない、ね。中根碑じゃない、なんちゅうの。軍人の。ああ、そう。はいはい、何、うちのこんなど田舎からも、日露戦争に召集されて、ああ、行ってるんだ。いやいやいや、そうでしょ、そら。そんなもんなの。うん。へえ。日露戦争は相当ですよ。取られたの、うん、まあでもね、坂の上の雲見てても、はい、みんな、なんちゅうの、ゴミくずのように殺されてるような扱うわけで、なんじゃこれって思った印象がありますからね。うん、でね、で、さらにもう葬式終わってから、はい、仲のいい一族だけで集まって、はいはい、精進落としのご飯をあ、うん、はい、食べてた時に、もうやっぱおじちゃんおばちゃんももう70、80になってきてるから、はい、前もちょっと話した自分のルーツちゃんと聞いとかなきゃって思って聞いたんですよ。ああ一度理解してるからね、時に、はいはいはい、でそうすると前も話した僕東北の血が流れてるって、はあ、でそれはやっぱ間違いなかったんですよ。ほう、でそのちゃんと聞いたらね、うちのひいおじいちゃん、ひいおじいちゃん紀州の人なんで、遠洋漁業で東北の方に営業に行ってたわけですよ ね。でそこで東北の女性に見初められて、ほうほう、そっちでね結婚したんですって。へえ。で何年かいたんだけど、やっぱ東北と紀州って文化が違うじゃないですか、うん、言葉も違うし、だから寂しくなってホームシックになって、親戚に不幸があったんでって言って家族置いて帰ってきちゃったんですよ。はいはいはい、そしたら何年かしたら警察が来て、お前
家族ほったらかしで何しとんねやって、はい、怒られたんだって。ほうほうほう。誰が訴えたのっていうのもあるどうもそれは東北のその家族の身の周りの人たちが警察に相談して、まあ、そうやって来てくれる時代もすごいなって思ったんだけど、で申し訳ないなと思って迎えに行ったの、はいはいはい、したら結構探し回ったら仙台でなんか奉公してて、でそれで、5歳ぐらいのばあちゃんと奥さんを連れて紀州に連れ帰ってきたんだって。でそうするとうちのばあちゃん5歳ぐらいでしょ、ひいおじちゃん5歳ぐらいじゃないですか。そうするとズーズー弁しか喋れないんですよ。あ、道具ですね、うん、はい、で紀州だから紀州言葉で喋るでしょ、はい、だから言葉が違って今みたいなほらそういう感情がね、あち子供とか特に分かんないから、うん、ズーズー弁だって言っていじめられて学校で相当ね辛い思いしたんだって。なるほどね。でね、その東北から連れてこられたひいばあちゃんのご両親っていうのの、ひいばあちゃんの、はい、お父さんですね、お父さんはどうもロシア人らしいんですよ。でもうね100年以上昔の話だから分かんないんだけども、そのひいひいおじいちゃんひいひいおばあちゃんも、はい、紀州に、はい、連れてくる予定だったんだけども、まあ待てずに死んじゃったのも年取って、はい、だからもう誰も分かんないんだけども、伝承によるとひいひいおじいちゃんは非常に目鼻立ちのくっきりした日本人離れした顔つきで、飴売りの商売をやってたんだって。飴さん、はい、で北からどん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 流れて東北にいたんだって、はい、へー、ってことはカラフトとかさ、北海道からシベリアから来たのかもしれない。だからアイヌなのか、はあ、うん、本当にロシア系なのかとか分かんないですよ。へ、誰も見たことないと思う。はあ、だから僕はこう目鼻立ちくっきりの、鼻も高いし、お目目ぱっちりの色白のね、はいはいはい、こう、日本人離れしてる。ある意味、ね、ある意味人間離れした顔はされてますけど。あら、あ、すげえですね、ケリーさんちって。へえ。写真とかないですか、そういうの。ない。ない。そこまで行くとないですね。ない。ちょっと古すぎですよね。うん。うん、だから、お、すごいです。だから16分の1はロシア人のケリーです。ああ。コサック踊れちゃうよ。嘘。東北とね、紀州だけでも大概すごい血のつながりだなと思うけど、ね、すごいなと思って、そこまでやりますか、うん、ちょっとね、ケリー家は歴史ロマンだからさ、こういうのちゃんとさ、NHK でやってるじゃないですか、ファミリーヒストリーって、 あれさ、有名人だけやってるのずるいよね。いや、そうだけど、一般の人もやってよって、その僕たちだって受信料払ってんだからさ、一応いらないでしょ、そんなの。でも調べてほしい、なんかいう自分で調べろよって話でしょ。はい、さあ、今日はね、ロシアの話じゃございませんよ。違うんです。ちょっとね、本を読んでて、はい、気になったことがあって、それをしようと思うんですけど、鎌倉幕府。全然違うな。うん、で、10分もね、うちのじいさんの話してたけど、今日鎌倉幕府。で、子供の時にね、うん、鎌倉幕府っていい国作ろう、鎌倉幕府って、そうですね、1192年鎌倉幕府成立って習いました。はい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 、でも最近って違うんだってね、ね、そんな言い方しないんだって。はいはいはい、で何を揉めてるの、はいはい、で今学校では何て教えられてるのか、はいはい、ちょっと気になったので、鎌倉幕府の成立時期をはい、ちょっと紹介しながら喋りたいと思います。で、本当に子供の時習ったのは、源頼朝が征夷大将軍になった1992年が鎌倉幕府の成立と、はい、
習ったんですが、はい、ちょっとし本をちょっとその書いてる本を読みますね。ほうほう。鎌倉幕府の成立時期にをいつに求めるべきか、この問題をめぐってこれまで以下の6説が主張されてきた。6つも、うん、意見の対立は論者の幕府間の相違によってもたらされている、はい、だからいろんな見方によって。そうですね。1992年以外にじゃないのかなっていう人もいるわけですね、はいはい、それもちょっと一気に紹介しちゃいますね、はい、まず一つ目、1180年末、はい、書いてありますね、これは頼朝、源頼朝が鎌倉に意を構え侍どころを設け南関東東海道東部の実質的支配に成功した時が鎌倉幕府の成立じゃない。はいはいはい、はい、2つ目1183年10月、はい、頼朝の東国支配権が朝廷から事実上承認を受けた時、うん、っていうのが2つ目、はいはい、3つ目1184年10月、うん、公文所門中どころを設けた時、うん、懐かしいね、公文所とかあったね。門中所、門中どころ、門中所、門中所って裁判所のことだよね。そうですね、はい、公文所はなんか政府機関ですよね。後のなんだ、万どころ、万どころ、はい、はい、ごめんなさい、次行くよ、はい、4つ目1185年11月、うん、守護地頭の任命権などを獲得した時、はいはいはい、守護地頭、はい、習いますね、ありますね、うん、5つ目1190年11月、頼朝が右近の絵大将に任命された時、うん、はい、6つ目1192年7月頼朝が征夷大将軍に任命された時、ね、一般的なというのがあります、うん、随分、12年ぐらい差がありますね。だいぶ開きがありますね、うん、まず一つ間違か僕が思ってたのは、学校で習って思ってたのは、はい、征夷大将軍になってで鎌倉幕府をオープンさせて、はい、あの侍どころ、門中どころ、公文所、とか、あの守護地頭とかで決めたんだと思ってた。なるほどね、うん、違うんだね。そうですね、もっと前から徐々に徐々にやってたのねっていうのをちょっとこれを見て知りました。そうですよね、うん、どれが有力なの？それも本当に六つどもえで、あ、難しいとこですよね、うん、いや、そもそも幕府って何、うん、幕府って天皇がに国を治めてたわけじゃないですか、はい、天皇に代わって侍が武士が、うん、政治を取り扱うようになってる期間でいいの？ちょっと違う？まあこの時期はまあこう関東の武士の政権っていう性格が強いんで、あ、ローカル地方政権、うん、なんか特に武士限定で、だから一方でそのね、朝廷の役人とかこう荘園とかもあるわけです、ね、ああ、なんだっけ、 国府だっけ、ああそうですね、国ごとに、っていうのとかも、とかもいるわけですから、そこはまだ完全にその幕府の支配権が及ばない地域だから、まあ、あくまでそのいわゆるほら御家人っていうその頼朝の家臣の束ねる、はい、でしかも西国なんかはまだね、それこそまだ源平の騒乱とかが続いてる時期だから、はいはいはい、まだ完全な支配権を及んでないわけだから、ああそうか、関東の武士政権っていう、まあ、性格が、まあ、その、まあ、発足時は強いんじゃないですか。あ、そうなの、いきなり全国支配じゃないの？だってそうじゃないじゃん、ほら、あのなんで上級の乱があってから、まあ、西国まで支配権が及ぶし、はいはい、一方で朝廷は朝廷でちゃんとまだ機能してる部分があるわけだから、なんか二重政治、二重の政権だし、ね、上級の乱以降、まあ、幕府が優位に立つという感じだから、あ、じゃあ本当にじゃあいい国作ろう鎌倉幕府の年でも
そうでしょうね、完全にこう安定した政権ではなかった、あくまでこう武士限定の政権っていう性格が強いんじゃないですか。授業でそういう風に言ってる？言ってんじゃないの？うちもで頼朝が実質も日本の支配者になったよみたいな思いが、そうですね、幕府のイメージでいくとね、江戸幕府のイメージとはまだ違うわけでしょうね、多分この頃は。そうなのね。じゃあ今さ、学校ではさ、いい国作ろうっていうのは習わないの？どうなん？でもほら、小学校とかの歴史ではやっぱりほら、うん、教えにくいんじゃないですか？教えにくい。こういう段階がある。やっぱりね、子供にはやっぱある程度そのなんか、いい国って教えちゃった方が分かりやすい。楽だよね、言葉もいい、いいロゴだしね。ね、そういうふうに。そこはいい国作ろう鎌倉幕府って誰が作ったんだろう ね、 そうだよね、これ名言だよね。もう数少なくこう語呂合わせで覚えてる中でも筆頭の一つですよね、いい国とかね、うん、だそのイメージもあるよ、いい国作ろうって頼朝が先導者だみたいな、あのその頃からも誤解を来てるのかな、うん、ただ小学校の時の印象は源平合戦って習ったの、はい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 、で平家が滅んで、はいはい、鎌倉幕府ができたんだよって、はい、間違いじゃないよね、まあね、ある程度単純化していけばそういうことだよね、でそうやって聞いてたから、で上級の欄も小学校の時習ったかな、記憶ないけど、中学校から後鳥羽上皇ですよね、はいはい、で北条政子がっていう話は、ああ演説でしたね、うん、はい、は知ってる、はい、うん、でも僕の知らないところでこんなにね、もっと細かいことでいろいろあるんでしょうね、あのこんな6つも言い争ってるなんて知らなかった、まあね、うん、みんな知らないんじゃないのかな、一般の人って。まあでもほら常識的に考えれば今の政治とかでもそうだけど、うん、ある日突然ビタって変わるもんじゃないし、まあいろんな段階を踏んで一つずつ積み重ねてできるんだから、そうだよね、明治維新もそうだよね、まあ一つのなんか区切りみたいなのがあるけど、うん、そうだよね、ガラッて変わるのって戦争終わった時ぐらい、ありえないでしょ普通はね、そいろんな抵抗があったりとか、じわじわ独級勢力を潰したり、気づいたらなんかこう、ああ周りが変わってたなっていう感じなんじゃない、だからそっか、だから地方政権っていうの、うん、で、あその 関東の国を作ったわけだ頼朝さんは、まあそうでしょうね、だからそういう意味合い、だからずっと鎌倉から動かないんだあの人、ああまあもちろんね、基盤はやっぱり関東だし、だってあの源平の時もさ、義経さんとか使って、はい、やって頼朝さんでずっと鎌倉で指令を出してるだけじゃないですか、かわいそうじゃん義経とかこき使われてって思ってたんだけど、だからその関東王国を作るのがメインの仕事だったの、日本を支配しようと思ってなかったのかな、あどうなんすかね、まあ、結果的にはどうなんだろう、あのほら大河ドラマね、平清盛の時、はい、あの頼朝を殺さなかった、殺せたのに池の禅師が、あ、うん、はいはい、ちょっとかわいそうやんって平治の乱の時ですね、うん、行って救っちゃったのが仇になってみたいな、はい、これ有名なエピソードですけどね、でこう立ち上がるまでに随分落ち込んだ、ね、不遇の時期がありますね、ありますからね、もう最後もね頼朝さん落馬して死んじゃうでしょこの人、ああ、うん、そういう説ありますね、だからね、ね、本当にどうやって思い立ったのか、ちょっとあれ正直あんまりすっきりしなかったの、大河ドラマを見てて、あ前のやつ、うん、はいはいはい、清盛さん見てた時はあまりすっきりしなかったけど、天下取ったってイメージは違うんだね、うん、ねえ、特に頼朝の時代はそこまで言えないんじゃない、もうちょっとやっぱり後なんじゃないの、じゃあ室町幕府の時はこうガッ、ね、室町幕府も不安定だもんね、まあそうですね、最初はね、あの剣武新政から
ごたごた南北朝で不安っていうんだよね。じゃあ征夷大将軍でもうあの天下を取ったっていうのは江戸幕府ぐらいなの。ちょっと3つしかないけどね、幕府。まあ幕府そうですね。うん。そうね。最初からこう一元的に支配権を確立するっていうのは。そうかもしれないですね。江戸幕府どうなのかな。だから、それはやっぱ江戸幕府の将軍様ってすごいイメージが、うん、本当王様みたいなイメージがあるから、はいはいはい、そこをこう頼朝に当てはめると噛み合わないんだね。そうですね。それは多分違うと思います、ね。なるほどね。これね、じゃあ今さ、はい、ほらもうすぐセンター入試とか来るじゃないですか。そうですね。そうすると鎌倉幕府の成立時期はなんて問題出ないの今。聞かないですよ。大学レベルでいい国なんて聞く？聞かない。じゃあこういう6つの誰でも知ってるだろうって。こう6つの成立時期に関しては6つのこう説があって、ああこうだああだって揉めてますよっていうような問題は出るの？あまあそうか、まあまあその全国支配権を確立した年はとか、まあ、あえてその幕府成立というのはこう隠しといて、ぼやけさせて守護神と全国設置したのはいつですかとかなら聞けるんじゃないですか。でそうすると1185年って答えむっちゃ難しいじゃないですか。勉強したやつはあいい国だって引っ掛け問題になるよね。うわ怖えね、じゃあやっぱ僕たち一般レベルではいい国作ろう鎌倉幕府を別にそのまま覚えといていいんですね。まあ、嘘ではないですか。でももしかして何かで覆ることはあるかもしれない。いやー1185年がやっぱ一番ふさわしいってこう人気を得たら、あまだそれもまあ比較の問題であってあくまでだから特定はできないでしょ。どこでも切れるって話なんで。だからまあ源平合戦末期ぐらいから鎌倉幕府を、うん、まあまあこうぼんやりでき始めてという話なんですよ。一応その完成がまあ征夷大将軍がまあが完成形一つの完成形なんじゃないですか。なるほど。でより強い力を持つようになるのが上級の来航。まあそうですね。上級の来航がやっぱり武家政権が。ってことはあれ2、30年かかるんですね。だからその頼朝が征夷大将軍になってからっていうのは、はい、なるほど。そういうふうに理解すればいいんですね。ね、あのセンター入試控えてる方は6つとも覚えておきましょう。そうでしょう、ね。とっても無責任。さあさあさあ、お便りが来ておりますよ。はい、アマンさんから、毎度おなじみアマンさんから。はい、14回のね、配信にいただいたメッセージを紹介します。はい、14回のリニア新幹線の話ですね。はい、はい、リニア新幹線、弾丸列車の話ですね。はい、はい、違う。14回も楽しく聞かせていただきました、はい。はい。リニア新幹線ができると、名古屋から東京へ通勤するなんてこともあり得るんですね。ああ。うん。本当だよね。今でも新幹線通勤ってしてる人いるでしょ？関東の方って。名古屋、東京はないでしょ？さすがに。うん。でも新潟からっていうの。ああ、関東ね。越後湯沢から。ねえ。いるよね。うちも信じられないんだけどね。個人的には鈍行列車でゆっくり旅を楽しみたい古いタイプですって書いてありますね。いただきましたが、なるほど。僕も鈍行列車で旅するの好きなんで、はい、ただね、たまに長距離の鈍行をやると、はい、たまにやると楽しいんだけど、はい、疲れるね。青春18切符はでも楽しい、いろいろ楽しいなって思いますけど、だんだん日帰りで行けるとこも行き尽くしてきて、ああでしょうね、うん、それはどうしようかなって悩んだりしておりますけどね、はい、まあこういう特急とか新幹線は時間をお金で買ってるようなもんなのかな。そうですね。もうちょっと安くなればいいけど、今度消費税増税で値上がるんだよね、きっとね。はいはいはい、ね、うまくね
あの新幹線も利用して旅を楽しんでもらえればいいんじゃないでしょうかね。はい。よくわからない。はい、次、はい、クジラさんから、はい、いつも楽しく聞いております、うん、配信分を全部聞き終わってしまいました、次の配信も心待ちにしております。ありがとうございます。ね、あの本当大した話をしてないんで申し訳ないんですけど ね、 そうですね、はい、でね、その後ねもう一つクジラさんからいただきました。ほう、第11回を聞きました。はいはい、なんだっけ、八重の桜と文明開化の話ですね。ツイッターでのお便り、お手紙よりメールでもメールの方でもお手紙が欲しいということなので、ってことでね、E メールでもいただきました、すいません、気を使っていただいてありがとうございます。はい、ケリーさんは大河ドラマをよく見られているようですね。私は数えるほどしか見ていないのですが、一番好きな大河ドラマは独眼竜政宗です。お二人はどの大河ドラマが好きなのでしょうか。大河ドラマね、あのほとんど見ています。見ています。うん、あの見れてない時もあるんですけど、だいたい見てますね。ほう、で今八重の桜がちょっとあの面白いです。終盤戦面白いです。へ、うん、でどういう最後になるんだろう。山本角馬が死ぬぐらいで終わりかな。今ドロドロしてんだよね。うん、そう、やっぱそういうのが好き、ね、不倫したとかあのやっぱりこの奥さんを僕は愛してしまったんですとかもうちょっと昼ドラ傾向だから好きなのかな僕は。そうなんですか。うん、でもちょっとあのやっぱその明治の空気がどんどん濃くなってきて、生活、学校とか特にやっぱり洋を西洋化が進んでるのを見てると面白いですね。はい、やっぱだんだん変わってきてる、うん、でその洋服で出歩いてるのとかも、はい、まあ、まだまだ珍しい時代だろうけど、うん、ああ洋服着てる人だって受け入れられるようになってきてるのかなっていうふうに感じたりしますのでね。ほう、なのに明治村でのロケはない。ああ、あれはロケはしない。うん、してないのよ。タイガってロケってするの？してるじゃないですか。戦のシーンとかロケか。で、この番組、ほらもうこの40回、50回で終わってくるじゃないですか。はい、もうその頃になるとそんなロケしない。あ、最初はいっぱいあんなんこんなんってロケするけど、はあ、どっかやってんのかな、ロケ。あんまり印象が。うん、印象がないんですよね。うん。でね、クジラさんは大河ドラマ独眼竜政宗がお好きだそうで。ああ懐かしいですね。ね、渡辺謙さんですよね。はい、ね、やっぱこう大河ドラマはね、はい、やっぱ歴史好きの方は多く見てると思うので、うん、もう今回はあの時間がないので、はい、次回ちょっと大河ドラマで一本行きますか。行ってみましょうか。はい、ね、皆さんがお好きな大河ドラマも考えながら、あの、じゃあ聞いてもらおうかな。なるほど。はい、じゃあ今日はここまででしょうかな。じゃあ、あの、お知らせです。はい。はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマは、あの時代に行きたい、おすすめの歴史漫画です。はい。お便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。ツイッター ID はおもれき2013です。はい。はい。それではまた次回お会いしましょうかね。はい。はい。さよなら。さよなら。